オーガニック屋久島の白谷雲水峡に来ております。これから今もう登ってる途中なんですけど、もののけ姫の森に向かうんですよね。イエイ、よいしょ。どうですか、苔がね、すごいですよ。めっちゃ苔がある。空気がね、めっちゃ綺麗なんですよ。見てください。今登り始めてどんぐらい経ったろう1時間ぐらいかな。あ、もっと経ってないかもしれない。そんな経ってないかも。すごい険しい道なりを。でこれ体幹トレーニングにめちゃめちゃいいです。さっきみんなで話してたんですけど、めっちゃ青々しい緑、ちょっとね、あんまり大声でやると迷惑かけちゃうんでね、他の人に。こんな感じ、大自然。なんかこういう屋久島とか甑島、まあ、とか奄美も、まあ、僕結構鹿児島の島、まあ、結構でもないかちょっと行かせていただいてるんですけど、まあ、地球を守ってくれてるんだなっていう、この島ね、島とかこの森、そして川山、本当にありがたく思いながら、まあ、昨日も山登りしたんですけど、昨日なんだっけ、忘れちゃった名前黒谷な見たけど、やべ怒られる、間違えた。本当にうわすげえ、見てこの大自然、そう、地球を守ってくれてるんだなって改めて思います、うん、なのでこれからね、ちょっとあのもののけ姫の森、さっきも言いましたけどに向かっていきたいと思っています。マジで言うトレーニングめっちゃトレーニングになります。体幹トレーニングそう、今ねあのサロンメンバーと、あとまあね、うちの専門学校の生徒、2期生でもありサロンメンバーの方と一緒に山登りをしております。苔がね、ほんとすごい。ちょっとわかるかな、わかりますかね、この言葉。苔がね、苔っぽくないんですよ、あんまり。こうなんかもう草、芝ですかみたいな。めちゃめちゃ元気。水もきれいだし、川とかもそのまま全然水飲めちゃう感じなんですよ。あ、なんか良さげなところ来ましたよ。全部いいんですけど、全部いいんですけどね。でこのアングルもいいですよね。緑がすごい綺麗。よいしょ。ちょっと休憩ポイントですかね。うわうわ、アンザウラ見て、すごい。緑、すいません、自然、ごめんなさい、うるさくて誰もいないからね、迷惑行為はやめましょう。緑見てください、この川すごいです。そしてこの実飲めます、この水は飲めます。これここの、美味しいです。さあこれからもののけ姫の森に向かっていきたいと思います。イエイ、すごいよ。うわ、ここすごいね。でっかっ。うわ。
うわ、何ですかそれ。コーヒー入れる。マジンガー Z、 ありがとうございます。グラさん、コーヒー、コーヒーすごい。ここで屋久島カフェですね。白谷雲水郷カフェです。すごい、こんなことできるんです。憧れる。いいですね、それ欲しいな。これめっちゃいいですよ、災害の時にも、ね、使えるから。山用の、電池いらないし。電池いらない、ガスがあればさすがだな。さすが日清、違うな。めっちゃいい香りするすごいいい香りするうわ大自然すごいですよ。空、空、うわ、ここすごいわ。すげえ、何これ、見てください。こっから、あっちから、うわー、うわー、見てください、ほら、おー、すごい、めっちゃ綺麗じゃないですか。いや、感謝ですね、地球に感謝。めっちゃいい香り。何ですかこの大自然。うわ、うわ、あんな美しい。美しい。手先綺麗ですね。うわー、うわー、これ絶対美味しいよ、これ。これいいな。あ、スノーピーク、スノーピークね。うわ、うわ、やるわ。いい香り。ちょっとずつ入れてくださってます。ちょっとになっちゃった最高。そして芋、コーヒー、気がするコーヒーとさつまいも、いただきます。幸せだね。まあ、カフェインと糖ですけど全然関係ねえ、関係ねえ。いただきます。うまっ、うまっ、弁当よりうまい、うまっ。合う。
これから毎朝さつまいもとコーヒーにします。嘘です。でもこの組み合わせうまいね。あ、ですか。うん、意外にうまい。うまい。コケがめっちゃ元気。すごい。うわ。荷台くぐりすぎ、ここをくぐればいいんですよね。うわ、中はこんな感じです。うわー、オラに元気を分けてくれ。はい、超綺麗。そろそろ苔むす森、なんかもののけ姫っぽい森がもうそろそろで到着するようですよね。あっ、あ、すごいね。これもすごい。さあ登って、足元気をつけて。よいしょ。苔がね、素晴らしい。なんか曇りでもすごい、やっぱりいい感じの。うわ、お、なんか人が来ますね。うわ、あれか、え、あれなのか。あ、すごい、ちょっと人がいたらね、ここに。うわ、すごい、これですね。あ、これだ。苔むす森、ここです。あ、すごい、あ、光が。ここですね、ここですよ。あ、すごい、すごいです。あ、すごい、苔が元気。木漏れ日、落っことの下に見えるっていう。そこのあれが花。あ、本当だ。あ、ほんまや、ほんまや、本当だ。苔むす森ですよ、皆さん。こう上がってって、こっちから見るとまた違うんですよね。うわ、すげえな。自然ってすごい、感謝です。うわー、うわー、なんだこれ。
ありがとう、ほんまに。ほんまに。階段もかわいい。すごいですね、皆さん。なんかいますか？え？え？待って。もののけの、何あれじゃないこれ。こだま、え？ほんまもんやん。え？あれ、サザエさん。右前がいる。苔むすの森。こちら。今日はこちらで帰ります。さっき児玉さんいましたね。これから降りて2時間？ 2 時間から3時間ぐらいかけてまた降りるですかね。本当はあのもう一回まださらに上もあるらしいんですけど、さらに上は次回に。次回に登りたいと思います、はい、いや苔むすの森到着して、無事到着してよかったです。で改めて大自然ありがとう、感謝だと思いましたし、なんか本当に地球守ってくれてありがとうって。だ僕たち人間も地球をね汚してばっかりじゃなくて、はい、守っていきたいなって改めて私は思いましたので、そんな感じで皆さんぜひね屋久島の方来たら、あのこちらの苔むすの森をめがけてぜひ山登り、まあ、トレーニングもなりますから、ぜひぜひお越しいただければなと思います。はい、まあ、鹿児島は僕まあ、この、まあ、甑島、奄美、そして屋久島といろいろな島来させていただいてますけど、まだまだね全国各地行ってないところもいっぱいありますので、これからも地球をより知るためにまずは日本からどんどん旅を続けていきたいと思います。こんな感じで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。